織田信長は天下統一まであと少しというところで、本能寺で命を落としました。桶狭間の戦いで今川義元を破り、破竹の勢いで戦国の世を治めていったかにも見える信長ですが、実は、あまり大したことないんじゃないか?と見られる向きもあるようです。織田信長は本当に雑魚だったのか?歴史オタクたちの討論が始まります。織田信長さん、実はクソ雑魚だった。信長は織田家の当主として、自らの領地を拡大し、近隣の戦国大名を打ち破りながら、尾張現在の愛知県を中心とした勢力を広げていった。その後、京都を制圧し、足利将軍家の後ろ盾を得ることで、戦国時代の平和を収束させる一翼を担いました。が、身の攻略に7年もかかる、斎藤辰興とかいう無能にも負ける、将軍様擁立するも嫌われる、上杉謙信と武田信玄にビビってヘコヘコしながら必死に贈り物をする、百姓の集まりに手を焼く、百姓の集まりに身内を殺される、義弟にいきなり裏切られて窮地に陥る、松永や荒木や別所に裏切られる、自分の叔母にも裏切られる、毛利の水軍にボコボコにされる、声が甲高い、助走壁があったとされる。こいつが拡大できたのは運が良かっただけ。今川義元倒せたのも運が良かっただけ。最終的にボロ出して本能寺で消費する無能。配下の未来人が勝手に活躍。運が高いってのが天に選ばれた感。それじゃあこいつに負けたやつただの馬鹿じゃん。最強はやっぱり本多忠勝なん。橋場生存秀吉やぞ。家康と秀吉のおかげやね。秀吉の抜擢だけでお釣り返ってくるくらいプラスなんだよな。義弟って誰のことや?浅井長政。完全に忘れてたわ。あいつ義弟のくせに裏切ったんやな。先に約束破ったのは信長やろ。勝てなかったのは義達やなかったか?達興はあっさり倒したんちゃうの。美濃三人衆と竹中半兵衛だよ。竹中半兵衛が隠居したら通撃に衰退したし。浮竹はなぜこいつに下ったの?先見の明はあるけど不思議。秀吉がいなきゃ毛利にやられてそう。美濃攻略に7年かかっても、そこから15年で20カ国以上は切っとったやつやぞ。そもそも美濃守護大の家老の一人筆頭ではないが終わり一頭まで持ってったのがすごいよな。父親のおかげやろ。アレクサンドロス大王もそうやけど、覇王ってその父親もすごかったりするのよな。あの時代でも国を丸ごと奪うってゲームで言うほど簡単ちゃうからなぁ。運がいいの最強やんけ。信玄が生きてれば信長は死んでた。関東平野がまがクソみたいな低湿地帯なった時代に、内政義の帯平野確保したらそら強いよ。マムシと組めたからこそ勝つに専念できたんやしなぁ。むしろここまで生き延びれるって運がすごいな。クソタヌキも大概だけど信長も相当臆病だよな。戦の時は大体相手より多い兵数動員してたし臆病なのは間違いないし、臆病でなければ天下一統目前に行く前に殺されてた。織田信長女の子説。信玄が家康破った時に、慌てて足利義昭とは僕結ぼうとした。息子人質にする用意までしていた。これほんと情けないわ。情けなくなんかないぞ。勇猛果敢な奴から死んでいく時代なんやで当時は。無能とは言わないが最強からはほど遠いな。脱奮も山奥の田舎大名に連敗したりするしな。大名に必要なのは人心掌握術と運やろ。しゃあないやろ。手駒がゴミばっかなんやろ。言うてみのは確かくっそ強かったろ。むしろ戦争弱いのに着実に範と広げるところに凄みを感じる。信長の野望でも序盤の方が手応えあるやろ。身の攻略とかそりゃもう湧くてかよ。戦国時代の疑問なら、大海にも終わりあたりが三強やからな。終わりにも大海取ったら後は楽勝やからな。最近パッパも評価され始めてな。信勝の再評価も頼むで。すまん逆に功績は何があるんや?デメリットだけじゃ判断できないんを。でも九州から天下統一したやつもいるわけだし、結局トップがどんだけ優秀かって話よな。ノップがいくらクソがこれも、乱世を終焉にほぼ持っていったのは事実。つか信長以前に終わり美濃から天下を牛耳ったのなんていないのに、なんで終わり美濃取れば楽勝みたいな風潮になってるんだ?単純に闘技も国中官中が高くて経済的に豊かだからじゃないの?終わりだとしても両国内も一国内も敵だらけでついでるから、かなり前提がおかしいけど。戦術ならともかく、戦略でむやみやたらといけいけどんどんじゃなくて慎重なのがどこがダメなのか。濃尾税収を、土地一理ある。身の公約に7年もかかる?いきなりこれがわからん。身の公約に7年かかったらいかんのか?一国で7年はむしろ早い方。
普通なら一国を統一するの意味ない。三代と費やすことは珍しくない。一代で一国を取れたらかなりすごい。今川亡き後の信長の最大の脅威って伊勢長島だと思うけど、清須岐阜とかでも人口1万もいるかいないかなのに、本当に3万とか4万もいたのかね？もしかして中部地方最大の拠点が伊勢長島？斉藤義達、信長追い返してたのは息子じゃなくて俺なんだが、斉藤道三、朝倉総敵、ほう、わしらの目が曇っておったと抜かすか？圧倒的大軍の今川義元を破ったどころか、大将を討ち取る。ここまでの勝利は日本史上比類なし、戦国最大規模の姉川の戦いでも勝利。川中島は痛み分け。天王寺の戦いでは自ら少数で突貫して圧倒的大軍の本願寺を大逆転で追い詰める。利根坂の戦いで強敵朝倉の退却を予想し、自分が先導しての奇襲追撃であっという間に滅ぼす。長篠の戦いで戦国最強の武田に真正面から干渉し重心をことごとく討ち取る。はい、戦のカリスマですわ。はっきり言って日本史上最強の猛将。時代遅れのどっかの雑書と違って、最近は実績を冷静に見て信長強氏が主流。信長包囲網を破っただけでもとんでもない。並びには義軍より強い奴だらけ。内部には裏切り者だらけで本能寺までは生き残って勢力拡大したんだからめっちゃすげえやん。今頃織田信長が必死にググってそうなこと。明智光秀謀反、理由。火災保険。織田信長れ。謀反撲滅。織田信成誰の子。人間50年貸し。メルカリ茶器。本能寺の変回避。葬式昇降やり方。明智光秀その後。信長は戦に関してはほんと天才的な手腕なんだけど、その軍隊をシステム化するところまで考えることができず、息子の代に引き継げなかったんだよな。なんつうか昨今の信長の評価は、戦に関しては天才肌だがそれは感覚的なもので後継ぎのことまで考えられない。政治面でも人任せであまり関心がない。みたいな感じで、一昔前の上杉謙信像みたいだわ。軍隊をシステム化したのが織田軍の強みだったはずだけど、信長は別にシステム化してないぞ。室町時代の軍勢のあり方と変わらない旧来の方式。上杉とか武田みたいに兵種別に編成してないし、石国高による割り当て制も取ってない。その割には長生きして上洛までしたよな。吉本ファンだけど信長は上も度胸もある革新的な大名だろが、元気気どころか市議になるのでさえ7年じゃ足りねえわ。信長すごすぎー。戦のうまい配下と地盛りと、時の運に恵まれたよね。特に京都への距離感がちょうどいい。戦が一番うまいのは、家臣じゃなくて信長なんだが。織田の軍勢に関しては、尾張徳川が検地の際にそれまでの村に残されていた、役長一式を回収してしまったんで全然わかっていないというのが本当らしいとどこかで読んだな。ただあれだけ突出した動員力があったのは雇い兵の比率が高かったのかね。尾張の平和がこなったっていうのはよく聞く。だから基本的に信長は物量作戦。それと斉藤辰興は不当に評価下げられてるけど、実際はそれほど無能ではなかったとか、この状況や資料からは見られる。美濃の土豪の力が尾張の家臣なんよりはるかに上だったんだから当然なし。天運に寵愛され下野こそ最強。天下統一という考えを持ち傭兵を使っての戦争を思いつき実行しただけでもすごすぎる。異様だらけの天才。本能寺の変がなければとよく言われるが、実はあってもなくても結果は同じだったのではないか。信長が強烈な個性の持ち主だけに、強大な政権だったように思われるが、意外に弱いところがあった。信長の先制的な性格が災いし、家臣団はしばしば仲違いやクーデターを起こして政権は不安定。本能寺の変の直前にその頂点に達していて、光秀が特別大きな事件を起こしたのではなく、そういう土壌がすでにあったと見てもいい。光秀は自らの生き残りだけでなく、あるべき国家を守るという使命を持っていたんだろう。だから当時の信長の思想、行動に、朝廷を相対し、従来の伝統的な国家を壊す、という危機感を抱いた。そして謀反人と言われようともこれを阻止しなければならないと考え、動いたのではないだろうか。どっちにしても織田信長は、日本の戦国において非常に重要な武将であり、日本の歴史においても特筆すべき存在や、戦国大名が現れて各地で総派戦を展開した時代、教科書はやがて天下が統一された、と書くが、文献と中堅は全く逆のベクトル。大名らは自分の国を強くし、と増す努力をした。天下統一を考えたのは信長だけな。
エピソード2。もし信長って金ヶ崎で朝倉にぶっ殺されてたらどうなってたん？浅井幕府？仙台幕府でしょ。また戦国時代に逆戻りやろ。包囲を抜けるビジョンが見えない。ジョウソガベ、伊達政宗あたりの若い世代がワンチャンあるか。足利幕府、武田官令家。信長家は異数が強くて、結局おなけが分散しただけになる。金ヶ崎で信長やられたら当然しんがりの秀吉家康も戦死するやん。信長のついでに家康も死んでたら竹長東海5カ国を併合して内勢力になったかも。でも信長がいなくなったら反信長勢力が協力的じゃなくなり、北条や上杉の横槍が入るかな。綿花や米など経済基盤が豊かな徳川領を含む東海道を武田が支配できたら、天下取りに出るかどうかはともかく、とてつもなく有利な大名になるのは間違いない。信玄が天下を取れなくても、勝頼の代でバタバタ倒れるような真似はせずに済むだろうね。そのまま機内抑えられれば浅井幕府の線もありそう。上杉とかいう戦狂い山賊おじさんがより活発に全国出張しそう。上杉よりも武田の方が先に上洛するんやないの？上杉は上洛の意思あんまなかったらしいで、最後まで関東狙ってた。浅井は浅倉決めないから無理やろな。小長いなけりゃ毛利が抜けそうやけどな。浅井と浅倉の同盟なんて実際には、久政と義景の代だけの一時的なもんで利害関係なくなったらさっさと手切れやぞ。そや、毛利幕府やな。毛利は京都に一番近いからな。毛利は元就のイメージで中央に出てくるかわからん。吉川、小早川が有能やからそんなに関係ないやろ。有能だからこそなんだよな。生きてたら石田に神輿として担がれたりせんかったと思うわ。毛利は別所の幹城抜けるんか？毛利参加やなくて独立勢力やし、秀吉が攻めあぐねて日干しにしたくらいの献上やが、毛利は急激な膨張で黒人連中によく思われてないから天下を狙うのは厳しい。北条が一番有利じゃないかな？なんといっても天下を取った家康の領土とほぼ一致してるんだし。中央集権的な体制になれたのは、比叡山や本願寺ぶっ飛ばして自社勢力が黙らせれたおかげやし、信長死んだらかなりグナグナになりそう。信長と謙信は晩年以外は割と仲良かったしな。謙信は信玄死んだら武田とは僕しちゃう軟弱児やから。今更やけど、なんで浅井って信長裏切ったんやろな。あのまんま行けば良い地位築けたやろ。長政が逆年でパッパや重臣に逆らえなかったって言われとるな。織田信長に対する不信感と家臣たちに逆らえなかった。パッパベタ打ったなぁ。ただ大海にあれだけの勢力やと左遷待ったなしやし、反対は無理ちゃうか。もう一波乱ありそう。お市の子が女ばっかりだから、織田派の求心力が弱かったんやろな。つまり先端はお市やな。金ヶ崎の時点で戦国時代が始まって約80年。ここで信長が死ねばまた100年ぐらい延々と戦国時代が続くか、有力大名が九州、四国、中国、近畿、中部、北陸、関東、東北と地方統一ぐらいして分割統治時代が始まる。わいもそれが一番ありえそうな気がする。信長、秀吉、家康が一遍に金ヶ崎でいなくなると、他の大名とかも全国統一志向にならないで領国を広げて地方統一で満足するみたいな。今までの守護の勢力拡大版みたいな感じにしかならないんじゃないかなと思う。信長本人よりも秀吉家康の流れがなくなるのはきついな。だらだら戦国時代やってる間に西欧の植民地になる可能性が高くなる。いかがでしたか？織田信長はカリスマだったのか？運がいいだけの平凡な武将だったのか？雑魚だったのか？皆さんはどう思いますか？皆さんのご意見もお聞かせください。これからも面白い歴史の話題を紹介していきます。このチャンネルが面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。